皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。新しい週間スタートしましたね。はい、そして今日は午後からずっと雨が続いてまして、激しく降ってたりもしましたけど、皆様大丈夫だったでしょうか。かつね、30度をね超えたりとかして今日はびっくりしたわけなんですけど、明日はまたカクンとね気温が下がるらしいので、服装ねこの時期難しいですけど、皆様体調崩されませぬように。はい、さっき私はお仕事終わりまして、はい、カール・ザイスさんの、新潟の、3個目の、はい、カプセル、ピンクのカプセルを、はい、組み立ててみました。この子も部品欠損とかなく綺麗に、はい、はまりまして、はい、いい感じで組み立ったかなと思います。こうやって3つ並べてみますとなかなかの圧巻かなと思います。はい。で、あと残すところ、この同じ、2号機ですね、カール・ザイスの新潟っていう子は、全部で4つカプセルがあったんですけども、あとグリーンのカプセルを残すだけになりました。で、問題なのはこの黒のカプセルですね。めちゃめちゃ部品が細かいやつ、まだこの中にも入ってるんだけど、このカプセルにこんだけ入ってたのがすごいなと思います。だけど説明書はとってもシンプルで、このカール・ザイスの、2号機の方は上半分これだけで組み立てるんですけどね。で、問題のこんだけ部品があるのに、この一個一個ね細かいんですよ。この辺も全部バミね外していかなきゃいけないんですけど、これだけを見て作らなければいけません。なんかできる気がしない。ちなみに裏面はただの注意書きです。食べちゃダメだよとかいうやつですね。なのでこの、こちらな、こっちのこの半分だけ、これを見ながら組み立てていきます。組み立った暁には皆さん拍手してやってください。できるかな。はい、ということで、週末ね本番無事終わったんですけど、昨日はですね、これから始まるというちょっと前にですね、お客様の携帯が一斉に鳴り出しましてですね、びっくりしましたあのですね、それそしれそれそしれの方でね、緊急避難訓練の方ですね、はい、だったんですけどね、あの音なんでしょうね、それそしれってただの和音やのにね、なんかドキッとしますよねそしれの和音なのに、本当にもうなんかね、ちょうどずれるんですよね。ちょっとずつ皆さん持ってる携帯が違うから、それ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 みたいな感じでなるのが、もうなんかざわざわ感が止まらない。はい、まあなんだろう、なんとなくの絶対音感をお持ちの方はきっとみんなそれ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 って聞こえてたと思うんですけども、その前日には私ちょっとね、神戸の方の、はい、海側の方で本番だったので、その時共演者の方がね、いつもこっちに来る時にはどうやって何かあった時に逃げるかを考えてるって言って、すごいなと思いました。私もちょっとね考えてた時期はあったんですけど、もし南海トラフだった場合はどう逃げてもダメなんじゃないかなって個人的に思っているような場所でございまして、はいまあ、垂直避難が一番確実なのかなとか思ったりはするんですけどね、とりあえず何事もないようにと思いながらいつも思っています。まあ、そうは言うてもね、起きる時起きるから、いざという時の対処は常に考えとかなきゃいけないなと改めて思ったこの週末の本番でございました。はい、そんなわけででして、今週もスタートしたわけなんですけれども、なんかね、今週は、違う方でちょっと忙しくなりそうです。頑張りたいと思います。これちょっと終わってからね、ちょっと準備していこうかなと思うんですけども、まあ、そんなわけででしてね、週末のちょっと前に、動画いろいろと上げておりましたが、月見フェスのダジックアースのね、動画とかもね、ちょっと時間ない中アップしたので、本当に演奏のところだけを、はい、ぶち切りでお送りして申し訳ございませんでした。またあの辺のね、解説とかもね、合わせてね、やっていけたらなと思っています。それでは皆様、またね。